RKG-3 とは、ソビエト連邦で製造された一連の対、戦車手榴弾の故障である。この手榴弾は、RPG-43 手三手榴弾、RPG-40 手十手榴弾、RPG-6 といった、手榴弾シリーズを代替した。RKG は、ルーシュナーやクーマリアキベナンやクラの頼りである。安全ピンが引き抜かれ、手榴弾が投擲されると、 4枚パネルのドラッグシュートが展開して干渉として働く。このドラッグシュートは手榴弾の飛行姿勢を安定させ、手榴弾が90度の角度で目標に命中するのを補助し、成形策略の効果を最大化する。ドラッグシュートが展開する際に撃発装置が使用可能状態となり、着弾するなど衝撃が加わると、激震が完成力で作動して撃発が行われる。 同性円水系ライナーを持つバージョンなど、各型の手榴弾の貫鉄能力は後半に対して 170mm から 220mm である。RKG-3 は1950年に軍用として採用された。数年後、この手榴弾は RKG-3E 及び RKG-3EM に更新された。1970年代の初期。 ソ連地上軍はこれらを RPG-18 に更新したが他の多くの国家やゲリラ組織は自身の武力組織においていまだに RKG-3 を用いている。本手榴弾は1973年の第四次中東戦争で広く用いられた。RKG-3 はまたイラク武装勢力によって他国籍軍に対し投入された。 2006年6月1日、RKG-3 がアメリカ軍のハンビーを攻撃するため用いられ、またアンバール県の武装勢力から RKG-3 がアメリカ海兵隊によって接収された。攻撃の大半はバグダード県で生じているが、RKG-3 はイラクのどこでも使われてきた。他、いくつかの攻撃例は、ティクリート、バイジ、 モースルなどを含むバグダードの北部で報告されている。この攻撃は主に、アメリカ陸軍のストライカー装甲車またエンラッペに対してなされたものであるが、M1117 装甲警備車や M1151、増加装甲型ビ B などにも攻撃が及び、限られてはいない。また、RKG-3 は、イラクのサーマアッダーで、第101空挺師団、第十五不評師団、 さらに第三不評師団のエンラッペやハンビーに登場する兵士に対して投入された。2008年中頃から2009年初期にかけ、イラクのサーマルダーでは RKG-3 はやや広く行き渡った兵器だった。武装勢力が使用するための訓練用機材とともに大きな貯蔵所が発見されている。現代の TTP では戦場でこの兵器を使うにあたって、 ドラッグシュートを除去している。そこでこの手榴弾は車両の側面や後部に直に投げつけられている。ありがとうございます。